はい、今日は砂川のハイウェイオアシス館に来ております。これからねちょっと中に美味しいソウルフードがあるらしいので買って帰りたいと思います。暑い。今日は砂川のハイウェイオアシスに来ております。これが赤ビラのソウルフードですね。こんなメニューですね。私たちが今日買いに来たのは上野2個十勝牛の串焼きとホットレッグを買って帰りたいと思っています。はい、皆さんこんにちは、ひめりんごです。今日は砂川のハイウェイオアシスに行ってまいりました。またじっとしてないですよね。今日もお盆最終日だというのに、はい、そこに行ったらすごい全土の、美味しい、お菓子とかね、お土産用のお菓子から干物からお酒から野菜から何からね、もうね本当にしかも混んでました。で、私はねちょっとネットで調べたんですけど、これをねソウルフード食べたくて30分並びましたね。はい、でこれがホットレッグで、これがグルクシ、そうグルクシ、グルクシかな。でこれがね串焼きですね、牛の。はい、これがねちょっと食べたくなって買ってきたのと、あとここそこでまたね別のところで売ってたねこれですね。あ、もう最悪。なんかねこのまま食べれるんですよ、この焼きそばビバイの。ちょっと初めてなんですけど、黒とねこの茶色麺、なんかこのまま出してね食べれるようになってるらしいんですけど、一回ねそのまま食べてなんかねちょっと温めて食べてみようかなと思って。すごいですね、昭和40年前半におやつ感覚で食べることができるソース焼きそばとしてデビューして以来40年以上のロングセラーとしてご愛顧していただいている商品ですってことなのでね、スーパーとか商店、学校の売店などビバイだけのオリジナル商品として販売されていましたということでね、ビバイの方は多分ね、なんか多分食べたことを知らない方はいないと思うんですけれども、私はちょっとしかもねこれはねテレビで見たことあるんですけど、この黒いのはねまであるとはね思わなかったので、ちょっと楽しみにね食べていきたいと思います。今日は朝日スーパードライじゃなくて朝日じゃない札幌クラシック、ごめんなさい、これですね。冷やしておいたけどまたね喋っちゃってね。はい、それでは、はい、それでは今日も皆さん一日お疲れ様です。一緒に飲みましょう、乾杯。あー美味しい。ってことで早速ね、でそこで売ってたねなんかね野菜もこれもそうなんですけどね、サラダとかね、あとこれもなんかエリザベスメロンですって、新十津川さんの。これはね売ってたセロリと、あとこれもねちょっとお惣菜コーナーで買ってきて、でこの陶器にもねこのハイエオアシスで買った野菜コーナーのところに売ってたものですけど、まず先にちょっと私これ気になってたやつ食べます。これ串焼きいただきますね。うん、もし、あれ塩コショウとタレがあったんですよ。とりあえず、あ、すごい、お肉肉肉しい。うん、もうこの、でこれはソーセージらしいですね。うん、ビールだな。うん、うん、こんな分厚いの。あ、おいしい。これすごいスパッてしてる。これね、これ390円。ボリューム。
なんか小骨が、うん、おいしい。ちょっとね、ちょっと周りちょっとやって、私ね、これ生で食べてみたいの、これこれ何、どんな味するんだろう。すんごいね、これで140円かな、一袋。ちょっとハサミがないかな、ちょっと切っちゃいますけど、これ食べ、一回食べてみますね、生で。あ、おいしい。冷めた焼きそばだ、冷めた焼きそば、本当に。温めて食べてみますよ。なんかついてますね、これ。なんだろう、生姜かな。このままでも美味しいけど、やっぱ温めてみますね。これはね、なんだろう、石、石炭焼きそば。ちょっと両方焼きますね。映ってないかも、全然。お、ちょっとすいませんね、こっちに行かせて。これね、画像わかんないから、黒いのイカスミみたいな。いや、これちょっとなんか紅生姜欲しい。冷蔵庫に入ってるんですけどね、すごい。やっぱ私ビールに氷だな。ラーメンさんぬるいと飲めなくて。で、皆さん、ビバリの皆さん、ごめんなさい、食べ方がね、わかんないもんですからね。二色焼きそばになってますけど、これでいいのかな。油は引いちゃったんですけど、引かなくてよかったのか、引いた方がよかったのか。このままね、もういいかな、ほぐれたんで。はい、いただいてみたいと思いますけど、どうでしょうね。じゃあちょっと黒いのいこうかな、今度。この色、イカスミパスタみたいな。あ、おいしい。焼きそばあんの？味がしっかりついてる、本当に。石炭焼きそばって書いてあっても、石炭は入ってませんって書いてあるんですね、後ろにね。この製品ね、名前がただの角屋の焼きそば姉妹です。うーん、美味しいです。よかった、買って。シンプルだけど、本当になんか懐かしい味しますね。うん、本当にこれ、これね、なんてたて並んで、もう今日連休最後だから、みんなお土産持って帰るんでしょうね、どっかにね。ちょうど高速からも入れるし、下からも入れるみたいなんですよね。で、裏にはキャンプ場もあってね、キャンプしてる人もいました。あ、ごめんなさい、キャンプじゃない、バーベキューですね、失礼しました。バーベキューをね、やってね、楽しんでる家族いましたね。ワンちゃんも連れてきてたかな、確か。うん、美味しい。なんかもう混ぜれるよね。うん、なんかね、本当にチーズとか、あともう乳製品とか、おこっぺ牛乳とか、うん、あとソーセージですね。なんかもういろんな、本当だからジンギスカンコーナー、あとそれぞれのなんとか水産会社のお魚だったり、楽しいですね、あそこね。初めて行ったんですけど、私ちょこちょこね行きたいけど、そんなね近いところではないので、
当に良かったですね。いろんなものまだ置いてあって、うん、ちょっとまたね肉食に戻りつつあるので、また明日はね1週間始まりますのでね、しっかりと手料理をまたね頑張っていきたいと思って、今日は手抜き最終日ということでね、わかんないですけどね、ズボラなんでね、もう性格的に明日もまたなんかね、そんなこと言いながらね、あの冷凍食品とか買ってくるかもしれないですけど、まあ、とりあえずは新鮮なお野菜いただきます。うん、おいしい。うん、かんない。どうだっけ、うん、そんな、うん、あれ、これ緑のね、ミニトマト甘い。うん、甘い。やばい、うちのトマト負けたなこれ。ということでね、今日はこれからカクでゆっくり飲んだ、一番大好きなカクハイで飲んでいきたいと思います。今日はね、砂川のハイウェイオアシスさんのご紹介をさせていただきました。全部食べないうちにね、このソウルフード美味しかった。他にもね、肉まんとかね、あとなんだろう、うんと、もちろんジェラードもあったし、その横に北家老さんとかもあって、うん、あのたこ焼きもありましたね。米粉で作ってるたこ焼きとか食べるところもありましたし、はい、私たちはね、あの座る席もないし、あの混んでるところで食べるの好きじゃないので、持って帰ってきてね、こうやってゆっくりと飲みながら食べた方がいいと思って、今日はご紹介させていただきました。それでは飲んだくれ姫りんごでした。今日もご視聴ありがとうございます。コメントありがとうございます。いただける方本当にありがたいです。コメ、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。どうもありがとうございます。